8シーズンぶりの B2 昇格を決めた鹿児島レブナイズのファン感謝祭が今日行われ、選手たちがファンと交流しました。会場の西原商会アリーナ前には感謝祭に参加するファンたちの長い列ができています。およそ1200人のファンが集まった鹿児島レブナイズのファン感謝祭。感謝祭ではゲームなどが行われ、選手たちは普段コートで見せる姿とは違うリラックスした表情でファンと交流しました。誰選手が好きですか？珍しいね。通常の試合よりも低い位置に設置されたゴールを使うダンクコンテストでは、選手たちが豪快なシュートを決め、プロの技に集まったファンも大興奮の様子でした。いつもの試合とは違った表情が見れてすごく良かったですよね。いつも見れない姿を見れてすごく嬉しかったです。そして最後に武藤キャプテンから感謝の言葉が伝えられました。本当にたくさんの熱戦ありがとうございました。次は3つのステージですけども、ぜひ一緒に戦っていただいて、鹿児島を盛り上げていただけたらと思います。本当にありがとうございました。鹿児島レブナイズはファンの応援を力に変えて、来シーズン B2 の舞台で戦います。